皆さんこんにちは、モレノです。本日はクラウディア・ピーニャレビューしていきます。フューチャースターズで昨日開幕いたしまして、1段目の SBC として、まあ、今年の流行語大賞候補バルサ女子からピーニャが登場しております。身長165センチ、ハイミディアムワークレート、スキル4、逆足5、加速タイプ爆発的の右利きになります。でポジションがトップ下センターミッド左ウィングになります。どっちかっていうとディフェンス能力がないのでセンターミッド CDM というよりは前線の選手なのかなと思っております。で能力見ていくと、まあ、スピードが若干足りないかなと思いつつもプレイスタイルプラスが2つついていて、まあ、そこそこの能力は持っているので、まあ、悪くはないなと思いますね。ただやっぱりスピード感っていうのは若干物足りないのかなと思いますし、あとはドリブルですかね。ドリブルがどういう風にドリブルするかっていうのが一個気になるポイントです。で、まあフィジカルが若干ないのと、スタミナが82なので、おそらく120分持つ選手ではないのかなと思います。ただ決定力95が巣からあるのはすごくいいなと思いました。で、一応エンジンつけることによって、ハンター、ホークと悩んだんですけど、まあ決定力が95あるので、どっちかっていうとストライカーというよりは2列目3列目はないかな、 2.5 列目ぐらいでプレーする選手だと思うので、敏捷性バランスドリブルを上げるエンジンにしました。で、プレイスタイルプラスが高精度プラスと鋭いパスプラスです。この2つのプレイスタイルは強いです。本当にトップ5トップ10に入ってくるプレイスタイルなので、まあここ2つがプラスできたのはこの選手にとっては大きいのかなと思います。でかつ的確なパス、ティキタカ、ここら辺のパス精度ですねも非常にいいですし、テクニカル、フレア、トリベラ、まあここら辺もね、本当に悪くないプレイスタイルを持っているので、まあプレイスタイル的には本当に文句なしとまでは言わないですけど、非常にいいものを持っております。で今回どこでプレイしていくか、3-4-2-1の左のセンターフォワード、何も指示つけていないのと、5-2-1-2のトップ下ですね。どちらかというと4、まあ、4-3-2-1のそれこそセンターミッドとかできないことはないと思うんですけど、この選手の場合ディフェンスサツがあるわけではないので、まあこの本当にこの形のトップ下であったり、5-2-1-2のトップ下が適正なのかな、4-2-3-1のトップ下とかが適正なのかなとは思ってます。ではドリブルからピーニャ見ていきます。この選手がピーニャです。まあ女性らしい体型の一つかなと思いました。今年からですね、バルティモアであったり、あとは誰かな、こういう体型してるなと思った選手、まあいるんですよね。男性にはない少し、まあお尻が出ていて分厚めのタイプのボディタイプをしてるなと思いました。でドリブルに関してはすごいしやすいわけではないです。このボディタイプ、ストッキーをさらに厚くしたっていう、ストッキーに近しいかな男性でいうと、なので何とも言えないですね。ただ、まあ、この選手の場合テクニカルであったりエンジンをつけることによってドリブルスタッツが非常に高くなりますので、まあ悪くはないですドリブル。で、トップ下センターフォワードの動き方としては非常に良かったです。ただ、まあ、ただというよりはこの選手高精度なんですよ。高精度が本当に強いです。特に女子選手の高精度、だからこれも男女で切り分けるつもりはないんですけど、ポップであったりモーガンで、このピーニャですね、ここら辺の選手の高精度シュートはちょっと男性とは違う打ち方をしますね。ソン・フンミンであったり、まあ、ダルグリッシュとかもそうですけど、男性の高精度っておそらくですけど重心が高いのでそんなに決まる感じはしないんですよ。で女子選手の高精度ってバンバン入るんですよ。そう考えるとやっぱこのピーニャもモーガン、ポップ同様に特別な高精度シュートを持っている選手の一人だなとは思いました。で、シュート能力に関しましてはちょっと若干気になるかなとは思いつつも、決定力95ありますし、前線に、まあ、しっかりここを決めてほしいなっていうところは決めてくれたのでそんなには気にならないですね。でこれですね、本当これいかに高精度を打てるかです。で、まあ、彼女自身がそこに、まあいいポジショニングを取れるので、まあ、今のシーンとかもファーストタッチで受けて高精度バンって打った方が多分彼女的には良かったのかな。まあここ点につながったんで良かったんですけど、
それができればなおいいかなっていう感じで、使う者でいかに高精度を打てるかっていうのが一つあります。でもし高精度を打てなくて、まあ、ちょっとスペース潰されたってなった時でも、この選手の場合パスのプレイスタイルを持っているので、まあ、鋭いパスでスルーパスの精度が上がってますし、的確なパスで、まあ、強いパスも出せますし、ティキタカで本当にワンタッチパスも出せるので、そこは本当に強みだなとこの選手の場合思いました。でここら辺も中央に、まあ、3人並んでいて、この位置から、まあ、厳しい角度ですけどよく決めてくれましたね。ちなみに彼女これ固有フェイスなんですかね、ちょっとフェイスを見るためにパフォーマンスさせていただきました。で、まあ、最後ロナウドから、最後じゃないですね、最後から2番目ですね、この位置で受けて、まあ、縦に持っていけますよね。でこういう風に打てるの で、まあ、今回エンジンつけていったんですけど、あそこフォークつけていたらもしかして入ってるんじゃないかなと思うので、まあ、ドリブル気にならなければ、でより高い位置でプレーさせるとしたら、僕はフォークをつけることによってシュートスタッツが完走するので、そっちの方がいいと思います。では最後ピーニャまとめていきます。現在の価格が19万3000コインになります。まあ、価格に対して悪くない SBC だと思います。やっぱり彼女が持っているプレイスタイルプラス2つと逆足5っていうのを加味すると、この価格っていうのは非常にまあ、妥当な価格だなと思いました。で、ただまあ、じゃあ異次元かっていうと、やっぱり異次元さは少し足りないです。で、まあ、それはなぜかというと、彼女のボディタイプであったり、まあ、あとはスピードかな。単純にここのスピードが例えば95だったら、もう本当にスピードにブーストをかけないでフィニッシャーとかマックスマンとかかけられるのでより良かったと思うんですけど、まあ、スピードが足りない分、本当にこの価格の選手だなっていう感じです。で、まあ、バルセロナのケミストリーを探していたり、トップ下で高精度打てる選手を探している場合は、僕が作るのは全然いいかなと思います。で、やっぱり、まあ、再三お伝えしたように、この高精度プラスは本当に強いです。使い方を分かれば本当に強いので、で、特に女子選手。高精度プラスを持っている、ラウルとかも高精度プラスを持ってるんですけど、フィネスプラス。やっぱりね、女子の方が打ちやすいです。圧倒的に打ちやすい。で、まあ身長、例えば低い方が、ゾーラでもね、ゾーラも悪くないんですけど、やっぱ高精度今年打ってて、本当にモーガンと、あとポップ、この2人は異次元だなと思っていて、で、あとプテジャス、彼女の Y のカードも相手にいてすげえなと思うんですよ。その3枚が抜けてたんですね。で、そこに対して、まあ、ちょっと使ってない選手もいるんで、なんとも言えないですけど、このピーニャっていうのは並べられると思います。ゾーラとか、サラーとか、ソン・フンミンとかは、その位置にはいけないですね。ちょっとホランとかも使ってみてもよかったかもしれないですね。という感じで、本当に素晴らしい、これはプレイスタイルです。で、あと、インサイシブプラス、パスに関しても、鋭いパスですね。に関しましても、非常にいいパスプレー、スタイルになってますので、やっぱりトップ下であったり中盤で使うにはプレイスタイルプラスはあればあるほどいいっていう感じなんで、この選手のパス能力は本当に素晴らしいものを持っています。で、まあ、もし、まあ、この選手多分タイプ的にもトップ下の選手なんでしょうけど、例えばディフェンスが70とか80とかあれば、よりセントラルミッドフィルダーとして4321とかの CM を任せられることができたので、このディフェンスが、ね、75とかあれば、僕は倍払ってでも使いたいなと思う選手ですね。まあそこがちょっとね、残念なポイントというよりは彼女のちょっとプレイスタイル特徴なのかなと思います。非常にいいカードには違いないです。で、フューチャースターズ始まりまして、結構ね、弱い選手というか素材になる選手は当たりやすいですね。まあいいことだと思います。この演出を見てワクワクしたいので、で、レンタル手に入れば、まあ、いろんな選手レビューしていけたらなと思います。特に気になるのはやっぱマルディーニだよね。このカードむちゃくちゃ強いですよね。570万レンジマー納得しますし、大工の値段考えると1000万くらいいくんじゃないですかね。それぐらい能力的には本当にぶっ飛んだカードになってますので、ちょっとどっかで使えればなと思ってます。あとはまあロナジアもちろん、ガルナチョドク、ここら辺もレビューしていけたらなと思います。もし質問コメントなんかありましたら、
つでもお待ちしております。ではまた。